皆さん、こんにちは。これから CS のメッセージを始めていきたいというふうにこの思います。一言お祈りいたします。スルテの父様、今日のこのメッセージの時を感謝いたします。これからの時を主が豊かに祝福し、導いてください。この時を感謝いたします。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン皆さん、こんにちは。今日はですね、3月14日になります。 あともう少しでこの4月をこの迎えますけれども皆さんもですね今のこの学年でいることはあと少しにこのなってきましたそしてこの今のクラスやその先生と一緒に過ごすこともですねあと少しっていう人もこの多くいらっしゃるというふうにこの思いますでこの今はですねこの次の4月からのこの生活をこの迎えるこの準備期間であるということも 覚えていていいくださいそして是非ですね次の学年のために神様にこの具体的に祈って備えていっていただきたいというふうにこの思いますお友達のことやまた先生のことそしてこの勉強のことなどこのたくさんこの神様にこの祈ってまたこの備えていっていただきたいというふうにこの思います。 さて、今週からですねイエス様がこの地上の上で過ごされた最後の1週間のこの出来事をこのお話ししていきます。特にですね今日はイエス様ってどんな方なんだろうかっていうそういったところをですね中心にこのお話ししていきたいというふうにこの思います。今日ののののの言言葉葉ははここちらににななります。す横にあるものが何なのかはでで、ね、後で またこの説明をこのしたいというふうにこの思います。それではですね、御言葉の方をお読みいたします。見よあなたの王があなたのところに来る。気になるもので勝利を得、入和なものでロバに乗ってゼカリヤ救処救説。イエス様の話に入る前にみんなのですね、この王様のイメージはどんなこの感じでしょうか。 こんな感じかもしれませんしこんな冠をかぶっているイメージもあるかもしれません。そして王様といえばということで馬に乗っているイメージを思い浮かんだ人もいるかもしれませんね。ではイエス様は実際どんな方だったのでしょうかでイエス様は確かに王様としてこの世にお越しになりましたけれども。 だからといって冠をかぶっているわけでもなく乗っていたのは、えー、馬ではなくてですね転ばだったということがこの聖書には書かれています。ではその転ばが何を意味しているのかを少し説明したいというふうにこの思います。で戦いといえば先ほど出てきました馬が出てきますけれどもその馬というのはかっこいいですし また背も高いですし、そして毛並みもツヤツヤしています。ところがですね、このロバはどうなのか。これはこの馬と違って背が低くて、そしてあまり見栄えもよくありません。で、当時このロバのこの役割は女性の方を乗せするのか、もしくは荷物を乗せる役割をこの持っていたというふうにこの言われています。 でここにこのイエス様をお乗せしたそのロバのことが書かれていますけれども大人のロバではなく子供のロバだったということが書かれています。でこれはですねこのイエス様のこの働きをこの進めていくにあたってですねそれはえこの人の目から見るとですねあんまりこう働きを こうするようなな人ではには見えない価値がないようにこの見える人そういった人たちをこのイエス様は用いて神様の,この働きをこの進めていくということがこの意味されていますそしていよいよイエス様がエルサレムに入るこの場面に入ってきましたでこのイラストににかれているように みんながですね、このイエス様を歓迎している様子が見えると思います。で、ここでこのみんな、緑のですね、この枝を何か持ってますね。これはさっきのこの御言葉の横にあった、この夏目足の木の枝になります。そしてそれを手に持って、イエス様を歓迎している様子が見えます。ところが、逆にですね、この数日経って、今度はですね、この人々が、 イエス様をあれほど歓迎していたのにこの迫害する側にこの変わっていきます。というのは当時ユダヤはこのローマ帝国に支配されていましたからきっとこの王であるイエス様がそのローマ帝国からこのローマ帝国に勝ってですねこの助けてくださるそ方だろうと思っていたわけですけれども実際この違ったということで。 失望して,この,しまってでこのイラストになるようにみんながイエス様がその通る道をですね自分の着物を引いたりっていう感じで歓迎していたわけですけれども逆にイエス様にこの立ち向かうこのようにこの変わっていきましたではイエス様はこのエルサレムにこの入っていくわけですけれどもどこに向かって のんでおられたのかそれはこの戦いではなくイエス様自身が十字架にかかるというそういったこのところに向かって歩み始めていましたでこのイエス様が十字架にかかるというそのことの意味,意味っていうのはですね来週以降のそのところでこの一緒にですね学んでいきたいというふうにこの思います。 今日はこのかこの人々が考える王様像とは全くこの違うのがこのイエス様のこの姿でした。そしてもう一つ違ったのはそのイエス様のこの働きをこの進めていくその人たち神様の,この働きに立っていく人たちも力強いその方々を通して この働きがこの進んでいくのではなくてですね転ばによるこの働きそれは弱くて何もできない人たちなんですけれどもその方々をイエス様は働き人としてこの召し出してそして神様が力を与えて働きがこの進められていくということ柄をですね今日はこの学びました。それではこのお祈りして メッセージを終わりにしたいと思います神様今日の、えー、メッセージの時を感謝いたしますイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメン